コンスミ、牛見です。だいぶ久しぶりですかね。鹿児島弁シリーズなんですけど、今回は鹿児島弁を紹介するのではなく、なんか知らないんですけど、このチャンネルだけで登竜門になっているらしいアルティメット鹿児島弁2期のあれを歌ってみたをやるということなんですけども、アルティメット鹿児島弁2期とは2018年8月22日の台風後にパトカーの自損事故があったのですが、その時に地元住人に取材をした地元局の映像に映っていた癖の強い鹿児島弁を喋るおじさんが話題に。まああれ自体歌なんですかねって話なんですけど、まあというかこれも古いネタすぎませんかね、これ本当に。あ、やるんですか、本当にやるんですね。はい、まああのアルティメット鹿児島弁2期をやってみた大手 VTuber さんとか、まあうちにも確かに一人いましたけど、まあそれをやるってどうなんですかね、本当にやるんですね。はい、やるんですね。あー本当にやるのか、恥ずかしいな。いきます。わっせか音がしっせよ、あたいはけさん台風感を持っせよ、あん外に出てみっせ、そこらへん見たぎな、道路向かいを歩いていったら警察が止まってないよ、内語でけを持って見てみっせな、あいがとひらいがとぶつけっせよ、検察どんが自分で自己さよかなかど。いや、やっぱ普通に恥ずかしいなこれ。